去年の去年の夏オークションに負けて、今回リベンジしようと思って今日までしっかり練習してきたんですけど、オークションさんには力不足で叶わなかったところもありました。しかし入部して、このみんなと入部して目指すところは一度のところで、これまで切磋琢磨と一緒に練習してきて本当に良かったです。そして自分はキャプテンとして、チームをうまくまとめることはできませんでしたが、いろいろな人に支えられて秋優勝と春準優勝という結果で、この夏甲子園に行きたかったんですけど、夢は届かなかったので、この甲子園というところは来年の1、2年生たちに、受け継いでもらってしっかり甲子園に行ってほしいと思います。本当に今日までありがとうございました。Thank you.